こんにちは、ワインブックスの前部です。いつもご視聴ありがとうございます。今回のテーマは世界の高級ワインになります。世界の高級ワインの中でも、まずはこれを知りましょう、そういうワインをご紹介をさせていただきたいと思います。こちらにありますのがムルソーというワインになりますけれども、こちらはですね、ワインブックスで10万円を超えるワインになっています。今回のテーマはこちらのムルソーになりますけれども、ムルソーはですね、ブルゴーニュの白ワインの中ではおそらく一番人気のワインだと思います。もちろんですね、人気というものは可視化ができませんし、人それぞれによって意見は違いますよね。その上でになりますが、僕の得意なウェブマーケティングをご紹介をしたいと思います。簡単にですね、ブルゴーニュの高級ワインの検索数の比較をしてみたいと思います。するとこのようにですね、ムルソー、モンラッシェ、シャンベルタン、ロマネコンティ、シャンボルミジニ、このように比較をいたしますと、ムルソーが1番になっています。検索数が多いということは、それだけ気になっている人が多いということでもありますよね。もちろんですね、検索数がイコール人気というわけではありませんけれども、それでもですね、高級ワインの中でまずはムルソーを知っておいて損はない。ムルソーはそれくらいのワインになっています。今回はブルゴーニュ随一の人気白ワインムルソーを深掘りましょう。それでは今回のテーマは世界の高級ワインムルソーになります。まずはムルソーの全体像をざっくりと見てみたいと思います。ムルソーはフランス、ブルゴーニュ地方、コートドボーヌ、ムルソー村のワインになります。実際には細かい規定があるんですけれども、ほぼほぼムルソー村のワインというふうにお取りいただいて問題ないと思います。ムルソーというと白ワインが圧倒的に有名なんですけれども、規定上は赤ワインも作れるようになっています。でも白ワインで有名な生産地域ですから、そこで赤ワインを作ろうっていう生産者ってなかなかいらっしゃらないんですよ。当たり前ですよね。僕がムルソー村の生産者だったら絶対白ワイン作りますよ。比率的には多分ですね、 98% ぐらいが白ワインだと思います。なので普通にワインライフを送っていたら、ほぼほぼですね、ムルソーの赤ワインには出会うことはないと思います。ムルソーはシャルドネッシュを使っていまして、独特の個性的な味わいがあります。これにつきましては後ほど解説をさせていただきます。で、面白いのがムルソーには特級畑がないんですよね。ブルゴーニュの格付けは畑ごとに行われていて、上から順に特級畑、一級畑、村宮クラスに分かれています。一番上の格付けは特級畑になりますけれども、一般的に知られている高級ブルゴーニュワインに関しましてはほぼほぼ特級畑なんですね。ところがムルソーに関しましては、特級畑と同じような人気と知名度なのにもかかわらず、特級畑がなくて最上位が一級畑になっています。これにつきましては理由がよくわからなかったんですけれども、おそらくなんですけれども、昔にですね、特級畑とか一級畑というふうに格付けをしようとなった時に、特級畑は税率が高いから、それだったら一級畑の方がいいんじゃないか、このように当時の生産者が判断したのかもしれません。ブルゴーニュワインに関しましては、僕よりもお詳しい方が視聴者様の中にいらっしゃると思いますので、もしですね、そのあたりお詳しい方がいらっしゃいましたら、コメント欄で教えていただきますと幸いです。で、一級畑の中でも当然ですね、序列というものが存在します。一般的にはムルソーに関しましては、こちらにありますシャルムと同様に、ジュヌブリエールという畑とペリエールという畑、この3つがですね、ムルソーの中では人気のトップ3というふうに言っていいと思います。では、それでは次に、ムルソーのワインの味わいの特徴を見てみたいと思います。ムルソーは、お隣にピリニー・モンラッシェ村がありますが、そのピリニー・モンラッシェ村のワインとは、比較対象になることが多いです。一般論といたしましては、このように比較をされているとお考えください。ピリニー・モンラッシェ村には、モンラッシェという世界一高級な白ワインの畑があります。こちらの村のワインはですね、一般的に鋼のような仕上がりになっているというふうに評されることが多いです。これはどういう意味かというと、鋼のようにピンと張り詰めたような酸味、緊張感を感じるような仕上がりになっている。これを意味していることが多いです。ですけれども、こんなこと言われても普通はよくわからないですよね。こればっかりに関しましては、一応味わっていただいた方が早いと思います。なんとなく硬い仕上がりになっている。これをですね、イメージできるかと思います。硬い仕上がりになっているということは、若いうちには魅力を発揮できないこともあるということになります。ところがですね、若い頃には硬い仕上がりだったにもかかわらず、10年とか15年とか経過をすることによって、表現をする。華やかに昇華をする。これがピリニーモンラッシェ村のワインの味わいというふうに言われています。で、今回のお隣のムルソーになりますけれども、ムルソーに関しましては一般論といたしましては、もっと親しみやすくてキャッチー、このように評価をされることが多いです。若いうちでも風味が華やかで柔らかくて、そして親しみやすい、要するに魅力を感じやすいワインなんですね。一般的にムルソーのワインは樽熟成の妙が現れやすいとされています。樽熟成と発酵にも製法の特徴がありますけれども、それが相まってバターとかクリームのような風味が生まれる、このように表現をされることが多いです。これ当たり前ではありますけれども、樽の風味をつけるということは、それにも負けないようなブドウの風味が必要になってくるということですからね。樽の風味に負けないくらいの充実したブドウが取れる。だから伝統的にムルソーのワインは樽熟成との妙が追求をされてきた、このように見ることもできますよね。で、若いうちにはバターとかクリームの香りがありますけれども、それが熟成することによってカフェオレだったりモカのような香り、こういった香りに変わるとされています。ここに関しましては、僕よりも特化型のブロートの方がいらっしゃると思いますから、一般的には知識としてここまで持っていれば十分だと思います。
実はなんですけれども、僕は数年前にムルソー村に行ってるんですね。その時の思い出話を少しですね、ご紹介をさせていただきたいと思います。パリについて、ディジョンについて、で、ブルゴーニュの畑を歩こうということになったんですけれども、ニューサンジョルジュの村に一軒だけですね、チェーンのホテルで、イビスというホテルがあったんですね。そちらに宿を取って、その翌日にムルソー村に行こうということになりました。ムルソー駅はニューサンジョルジュの駅から多分2駅くらいだったと思うんですけれども、早朝に行ったのでご覧の通り真っ暗で誰もいなかったんですね。で、普通の感覚で言うと、駅って言ったらやっぱり駅前が一番栄えているイメージがあるじゃないですか。でも、ムルソー駅の駅前って何にもないんですよ。仕方がありませんから市街地の方にとことと歩いていくんですけれども、15分ぐらい暗闇の中を歩いて、ようやく市街地っぽいものが見えてきたんですよ。で、それまでの街並みを見てみると、ワインビジネスで成功しているんだなっていう街並みなんですね。どの家も豪勢なんですけれども、なんとなく品があって、要するにセンスがいいんですよ。で、市街地を抜けて畑に行くんですけれども、その時がですね、一面霧だらけだったんですね。で、この霧の中を歩いた時にですね、この景色は絶対一生忘れないぞと思いながら歩いたことを覚えています。1時間ほど歩きますと、お目当ての畑が見えてくるんですけれども、特に評価が高い畑になってくると、実際に石垣で覆われていて、なんとなく佇まいが違うんですね。この畑大事に扱われてるぞっていう雰囲気が門構えから分かりました。こちらはシュバリエモンラシの表土になりますけれども、ご覧のようにですね、石灰岩の石ころがゴロゴロ転がっていることが分かると思います。石灰岩の石がゴロゴロありまして、そこにですね、赤茶色の粘土が広がっている、大体そんな表土になっていました。で、ムルソーからピリニーモンラシェ、シャサーニモンラシェと歩いて帰っていったんですけれども、で、帰った時にですね、次の電車がなんとですね、4時間後っていう風にアナウンスがあったんですね。多分なんですけれども、1日に電車が3、4本しかなかったと思います。で、冬だったので、寒かったんですよ。お腹減っているし寒いし、駅の椅子に座っていたんですけれども、なんとなくうとうとして意識が遠くなってきたんですよ。で、これはやばいっていう時に、おばあさんが見かねて声をかけてくれたんですね。で、こっち来いって言うからそっちの方に行ってみたら、ビストロがあったんですよ。で、ビストロのドアを開けますと、中には人がいっぱいいたんですね。どこにも人いなかったのに、どこから人が来たんだろうっていうふうに、そういうふうに思ったことを今でも覚えています。メニューを見てみると、安くてうまい定食が用意されてあって、テーブルにはですね、もう、瓶入りの赤ワイン、白ワインが置いてあったんですね。こういう経験ができるのも畑を歩く醍醐味だと思います。ではこれまででムルソーのワインの全体像が分かったと思いますが、こちらが今回ですね、おすすめをさせていただきますムルソーワインになります。で、このワイン1本10万円を超えているんですけれども、まあこういうワインもあるんだというふうにお聞きいただければと思います。またですね、コメント欄にですね、無邪気にですね、あ、今回はテイスティングしないんですかって入る時もあるんですね。コントラフォーのムルソーシャルム、簡単にテイスティングできないですよ。ではですね、ラベルを観察をしてみたいと思います。こちらは、ムルソーシャルムと言いまして、一級畑のワインになります。まずラベルの中央にはムルソーシャルムと記載がありまして、これがワイン名になります。ムルソーの中でもシャルムという一級畑で採れたブドウを使っているんだよ、これが意味しています。その下にはアペラシオンムルソープルミアクリコントローレと記載があります。これは本当にざっくりと言うと、ムルソーの一級畑のワインを名乗る規定を守って作ったワインだよ、これを意味しています。ムルソーにはいくつも一級畑がありますけれども、シャルムに関しましては間違いなくトップ3に入る人気ワインになっています。そしてその下にはドメーヌでコントラフォンと記載がありますが、これが生産者の名前になります。ムルソーには有名な生産者がいくつかありますけれども、コシュドゥリとかコントラフォンとかありますけれども、おそらく人気と知名度の点ではコントラフォンが一番知られていると思います。ここにつきましては人それぞれになりますし、人気は人それぞれになりますから、ここはご参考までにしてください。コントラフォンはムルソーのワインで有名なんですけれども、ワインサーチャーで確認をいたしますと、コントラフォンの中ではシャルムが一番人気になっています。アナリティクスを確認いたしますと、ムルソーのベンチマークは146ドルであるのに対して、コントラフォンのシャルムに関しましては543ドルになっています。ざっくり3倍以上の価格の開きがあるということですよね。なお、この543ドルというのは、すべてのヴィンテージの平均ということになります。ですから、ヴィンテージによりましては、それよりも下の価格の時もあると思いますし、それよりも価格が上のこともあるということになります。で、この前は2011年になりますけれども、最高の飲み頃になっています。今すぐにですね、世界最高の白ワインの熟成のピークを楽しめる、こういう場合におすすめをさせていただきます。はい、いかがでしたでしょうか。今回は久しぶりのブルゴーニュワインでした。ブルゴーニュワインは細分化が進んでいて、広域のアペラシオンから極小のアペラシオンまで様々あるんですね。フランス全土で見ても AOC の数が一番多いのがブルゴーニュになっています。AOC の数が多いということは、それだけテロワールの違いがあって、伝統的に繊細にテロワールを検討している。これがわかるということになります。今回ですね、高級ワインをご紹介させていただきましたけれども、当たり前ではありますけれども、高級ワインをポンポン開けられる人もいれば、ほとんど全ての人はこういうワインに関しましては、本当にチャンスがあった時にしか口ができないと思います。これもちろん僕も同様ですからね。じゃあ、いざお飲みいただくチャンスがあった時に、ただ高級なワイン、ただ有名なワインだと、価格通りの額面通りの魅力ということになってしまうですよ。ですけれども、ワインブックスの視聴者さんであったら、伝統だったり背景だったりだとか、それがわかるじゃないですか。このあたりを深掘ることによって、何倍も味わいは深くなると思います。何倍も価値を味わえるわけですよ。なんかワクワクしませんか。実際にですね、いざお飲みいただくということもあるかもしれませんし、そうでなかった場合にも、世界にはこういうワインがあるんだ、こう考えるだけで楽しいじゃないですか。これもワインライフの楽しみの一つですよね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。